投資ってものを国がケチってどうするんだって話なんですね。で、そうですね。そう考えたら、で、一応ですね、もうこんなに予定がありましてですね。で、3月31日までのところのやつは皆さんのお手元の中にチラシで入ってますので、まあ、よかったらまた来てください。それで4月12日以降チラシがありません。で、4月12日はですね、これは明治大学の山田明先生に来ていただいて、戦後改革の歴史的思想と帝国の解体っていうですね、象徴天皇制の話ですけど、そういう話をしていただこうと思ってると。それから4月27日、これ新しく入ったんですけど、上岡さんって、この前、去年来ていただいたんですけど、上岡さんにですね、エコカーと水素社会についてお話をしていただこうと思っています。それで、実はエコカーも水素社会もですね、裏側に原発があるというですね、とんでもない話なんです。で、その辺詳しいので、上岡さんがですね、本まで書いておられるので、一回話してもらおうかなと思っています。それから5月14日はですね、羽田のですね、航空機、この3月から低空飛行で23区の上空を飛ぶようなんですよね。だ、そのお話をしていただく予定でいます。それから5月27日はですね、安田節子さん、この前1年ぐらい前にだいぶ来ていただきましたけど、劣化する日本の食べ物っていう題で、最近の食べ物事情をですね、詳しくお話をしていただくと、そんなことですね。それから5月14日はナスリエさんですね。ナスリエさん、大田区の区議さんですね。女性の方、非常に優秀な方ですけど、で、この時に都知事選挙にらんでですね、東京都政についてもコメントいただく予定でいると、こんなところですね。それからですね、あといつもやってる推薦図書ですけど、何冊か持ってきましたから。で、まずこれ竹信美恵子さんの一番新しい企業をファースト化する日本って本です。これすごくいい本です。すごくいい本、私読みましたけど、多分ですね、これお書きになるのに苦労されたろうなっていうのを思うんです。それは何かっていうとですね、次々と安倍政権いろんなことをやってますよね。で、この労働政策についてもいろんなことやってるんですけど、これ竹信さん、それずっと拾っていったみたいな、新聞とか雑誌とかですね、さまざまなやつを、おそらく膨大なノートを作っとるんじゃないかと思うんですけど、それをきれいに拾った上でこれ書いておられるので、だから逆に言うと、これを一冊読めばですね、安倍政権がやった働き方改革の正体って一体何だったのかっていうのはですね、一目瞭然に分かりますから、これもぜひお読みになってください。すでにリタイアしたような方もいらっしゃるんだけれど、自分の息子さんとかお孫さんもひどい目に遭ってますから、ぜひ、お読みになってほしいと。それから関連してですね、この2冊、これ岩波のブックレットですね。一つが最低賃金、それからもう一つが、過労死110番、こういうブックレットがあります。これ両方とも非常にいいと思います。こっちが僕今全部読みましたけどコンパクトにまとまっていてとってもいいので、今こっち読み始めてると思うんですけどね。で、この、私から申し上げるわけでもないんですが、最低賃金が低いということと過労死が多いということとは裏腹の関係ですよね。要するにこれはもうセットでものを考えないといけないということを意味しているんですね。それから驚いたんですが、この110番をお書きになった森岡さんというですね、この先生は、2年くらい前に亡くなられたみたいですね。本当にいい人ってね、すぐ亡くなっちゃうんですよね。中曽根みたいなやつね、100過ぎるまで生きとるのにね、鼻立たしいんですけどね。それからもう一冊、これですね、ようやく MMT とかいうのが新書で出てきました。今まではですね、MMT とか言って、MMT ってご存知ですかね、モダンマネタリーセオリーってやつなんですよね。で、この MMT ってなんで有名になったかっていうと、立命館大学の松尾忠さん、あとは、代表者ですけどね、松尾忠さんなんかがこの考え方を取り入れて、まるまる一緒じゃないと思いますよ。こういう考えと取り入れて、これまでの日本とか海外の財政政策についての考え方をですね、大きく転換しようということで、話題になった考え方なんですね、 MMT というのはね。で、一言で言うと、
MMT 学派っていうのはケインズ経済学のケインズ経済学派のアリューっていうかですね、アリューって言ったらこれな、少数派一派ですね、ケインズ経済学の一派です。で、ちょっと結論だけ言ってきますと、今の大学で教えている正統派経済学っていうんですかね、主流経済学っていうのは全然ダメ。あの教科書で、あのいわゆる書店に行って置いてあるその経済学の教科書なんか読まない方がいいですよ。あれ嘘ばっかり書いてあるからね。もうトンチンカン、世間知らずの人間たちがですね、わけのわからんことをわーわー言ってるのが今の現代経済学で、そんなものに比べるとこの MMT の方はよっぽどマシマシっていう言い方をしておきますね。よっぽどマシなだけど、これまあはっきり言ってですね、後でちょっとちょこっと言いますけど、MMT の肝っていうのがあるんですけど、ダメ。だから松尾さんにも言わなきゃ、まあ、松尾さんと私と、まあ、メーリングリストでちょっと昔、1年半ぐらい前に論争したんですけど、基本的にまずい。だから、皆さんも経済学に興味がなければ、お読みになる必要ない。だから、MMT ってなんだ、どうしても知りたいって言った時には、この新書なんで読みやすい。だから、MMT の解説書としては、これ非常によくできてます。わかりやすく書いてくれてる。くれてるんだけど、MMT 自体が私から言わせると知る必要がない。これも知ってもしょうがないっていうのがですね、僕の考え方なんですね。ちょっと変な紹介ですけど。で、こんなものを読むよりは、やっぱり最初、私ご推薦したように、この中野武史さんのこっちの方がよっぽど、わかりやすい。で、あのかなりの部分その通りなんです。で、一応こっちが基礎編で、こっちが戦略編となってますので、で、ただし、まあ、これもう何回も言ってますけど、大雑把に言って8割正しく2割間違ってるんです。で、どこが間違ってんだっていう話をですね、前回で今回やると、こんなことなんですけどね。はい、そんなもんです。じゃあすいません、ちょっと駆け足でやっていきますので、まず最初ですね、こっちのこの私が書いた A4 のですね5枚セットのやつの左側、あ、ごめんなさい、左側見ていただけますかね。いつもあのここの黒板に書いてるんですけど、書ききれないので、そこにあの今から、まあ、20分ぐらいはトピックス的なお話になりますけど、でまず最初ですね、あの先般渡辺照子さんって令和新選組の立候補された方、女性の方がここへお見えになってですね、講演会してくださった。で、その時にですね、私から令和新選組の渡辺さんに2つ提案をしたんです。こういう政策どうですかって申し上げた。それがこの2つなんですね。で、1つはですね、地方振興公社というのを作って、そしてその公社がいわゆるロスジェネ世代を中心にですね、まあ、100万人以上って書きましたけど、私のイメージとしてはですね、大体マックス400万人ぐらいまで、このものすごい人数苦しんでいるですね、ロスジェネ世代の救済のための経済政策として、まあ、少なくとも200万人ぐらいを正規社員として終身雇用で採用すると。これ国の、まあ、なんていうんですか、組織ですから公務員になってもらうっていう意味ですね。で、何してもらうかというと、地方に行っていただいて、地方で定住しながら、その地方の地域の経済活性化というか、ね、経済再建の仕事をやっていただくと。で、これもういくらでも仕事あります。いくらでも仕事あると。で、あのそれ以上言うとですね、長くなるので、そのテーマでですね、後日またやりたいと思いますが、とりあえず今日はそれだけご紹介しておきます。それで、あの先ほど見ていただいたこれですね、ここにこの、 あの私のブログのですね、ここのこの中にですね詳しく書いておきましたので、ここからこの下あたり、この辺からずっと書いてありますので、まあ、ぜひお帰りになったらちょっと目を通していただければというふうに思います。それで安倍政権もですね、ロスジェネ世代の救済政策ってやろうとしてますよね。だけど、あれ基本的に私ダメだと思ってるのはですね、なぜダメかというとですね、国とか自治体がですね、こういう正社員としての採用を増やそうとしてないんですよ。で、彼らがやろうとしてるのは
その例えばリクルートとかですね、そういう就職斡旋会社を使ってできるだけたくさんですね、民間企業に押し込もうとする、そういうことをまたやろうとしてるわけです。でこういうのはですね、今までも散々やってきてですね、でロスジェネの救済になってないわけですよ、なってないと。でにもかかわらずですよ、にもかかわらずまたやろうとしている。で一方で今日竹野さんに話してもらいますけど、働き方改革とかですね、それからついこの間は外国人労働者を大量に日本へ呼び込んでくるっていうことをやるわけでしょ。だからなんて言うんでしょう、安倍政権のロスジェネ対策なんていうのはですね、やってますせっていうですね、格好見せてるだけなんて、僕の評価はね。でそんなもんじゃ話にならない、あんなものに騙されてダメなんだ。で本当に救済しようと思ったらどうすればいいかって言ったら、民間企業がですね雇おうとしてないんだから、国が雇えばいいわけですよ。きちっと金払って正社員としての給料払って買ったのかな、採用すればいいわけですよ。その財源はって話になりますよね。だからそれはちょっと別問題ですけど、少なくともですねアメリカから武器買うのをやめてロスジェネ生は採用しようと、そしてそれを疲弊し始めている地方に行ってもらって、そこで定住をしながらですね仕事をしてもらうと。で単に仕事をしてもらうんじゃなくて、終身雇用で正社員として働いてもらいますから、まず生活が安定する、結婚できる、子供作れる、でさらにきちっとした仕事ですからノウハウを蓄積していける、つまり自分のスキルが上がっていくわけですよ。蓄積して上がっていきますよね。そして老後に対しても備えることができる。でそういうことによって地方にも貢献ができると、自分の職業に誇りも持てるようになるわけですというふうに、物事を好転させていくですね、大きなきっかけになると。でこういうですねことをドラスティックにやらないと、500人や1000人雇ったってロスジェネ救済にはならないわけですよね。それでなんでこれを私がこう強く言ってるかというとですよ、この数百万人の非正規の、今ロスジェネ世代だからだいたい35歳から45歳ぐらいですけど、この方々がこのままあと30年ぐらい経つとどうなりますかね。老人になるわけでしょ。老人になって働けなくなったら収入がなくなりますよね。どうなりますかね。そうすると生活保護に来るわけですよ。払えます？1000万を超える人に対してですよ、生活保護費で日本の財政で支えるなんてことできますか。できないということはどうなのかというと、のたれ死にするしかないということに なりません。そういうことをですね今平然とやってるんですよ、今日本の政府が。これ危機的な事態なんです。だから、まあ、私ここちょっと書いてるんですけど、このロスジェネ世代と言われている非正規の1000万ないし2000万近い人たちをどうやって救済するかっていう問題は、これは日本経済をどうやって立て直すのかっていう問題と同じことなんですよ。わかりますよね。でしかも私がそれを地方に引っ掛けてるのは、このいわゆる疲弊した平成ないし令和経済が最もですね厳しい状態で現れているのが地方ですから、だからロスジェネを救済すると同時に地方を盛り返すっていうですね、この両分けでもって財政を使うにはですね、この地方振興公社っていう方法がですね私はいいというふうに思っているので提案したんですね、渡辺さんね。それが一つ。それからもう一つはですね、二つ目これですけど、これお手元にもありますので、二つ目はですね、非正規を雇っている雇用主企業に対してですね、社会保険税を課税すると。でこれ何が目的かというと、2つあってですね、一つはですね、なぜ企業が非正規の労働者を雇おうとするのかということだ。それは安上がりだ、いつでも首切れると、こういうですね、まあ、なんていうんですかね、卑劣なと言った方がいい、お前が非正規になってみろよって言いたくなるような採用の仕方をしているわけでしょ。だからそんな非正規雇ったってちっともコストは安くなりませんよっていう状態を作ってやればいいわけですよ、政策的に。そうすると私が最も一番ですね目をつけなきゃいけないと思ってるのは、社会保険税をお前払えと。非正規の人たちの健康保険って国民健康保険ですよ。なんで企業健康保険用意しないんですか。年金はどうですか。年金も国民年金でしょ。要するに企業はですね社会保険料払わないんですよ。ふざけんなって話です、僕から言わせると。だから非正規を採用したらその人の分の
社会保険料を企業にちゃんと負担していただきましょう。これが社会保険税です。そしてその社会保険税を原資にして非正規の方にはですね、とりあえず無償でちょっと金額は少なくなりますけれども社会保険を加入者にする、見出し加入者にするっていうふうにですね、これを やると、それがまあ私の言いたいことなんですよね。でこうすることによって非正規の労働者をですね採用するっていうですね経済的インセンティブが企業側になくなります。こういうことするとね、なくなりますから、なくなってきたら締めたもので、非正規を採用するっていうインセンティブがなくなってきたらその非正規を制度化している労働法制を切り替えればいい。つまり派遣労働法は廃止、それから個人請負業的なですね働かせ方も禁止というふうにですね、切り替えていくと。要するに現場で非正規労働者に対する、まあ私の言葉で言えば不当な雇い方をしているような企業に対してこうした政策的な誘導を作ることによって、そういうことをしても経済的にあまり意味がないよっていう状態を作ってやって、それじゃあ我々もその非正規の人はもうアルバイトぐらいしか雇わないことにするよっていうのをさせていくと。その上でその非正規を合理化している法制をですねだんだんと廃止していくと、そういうことを言ってるんですね。で渡辺さんからはですね、私のこの2つの提案に対してもう一つ、渡辺さんからお話があって、でこれはどういう話かっていうと、非正規の労働者と正規の労働者がいたときにですね、本来であれば非正規の方が職も不安定なんだし期間も短いんだから賃金は正規の職員よりも高くて当然だと、こうおっしゃってるんですよ。で私もそう思います。つまり非正規というですね、まあ言ってみればその企業側の都合でですね一時的に働いてもらうっていうですね、そういう特殊なですね働き方に甘んじてもらう代わりにですね、賃金は正規の職員よりも高く払えと、これは私はそうだと思います。だから最低賃金制度を2段階にして正規よりも非正規の最低賃金の方が高いという状態を作ってやったらどうですかっていう、これ渡辺さんがおっしゃってましたから私賛成ですみたいなね。で最低賃金は当然ながら全国一律でないとダメです。全国一律でない最低賃金って地方を疲弊させてるだけですからね。東京へ人がどんどん集まってくるわけですよ。そういうことをすると、特に若い人は地方の賃金、最低賃金安いんで東京へ出てきちゃうんですね。だから最低賃金を2段階にすると、すると同時に全国一律にしないとダメです。で2段階にするって話は入ってませんが、最低賃金のあり方についてはこの本にしっかり書いてあるので、これご覧になってください。それで2番目なんですけど、これは前にも言いましたから、ちょこっと触れておきます。で令和新選組の政策でやめた方がいいものがあります。でそれはここから言ったら3つ、これやめた方がいい。でこれが令和さんの政策、緊急政策なんです。でこれずっとこういうふうにインターネットで見れますので、これ皆さん一度ですねぜひ丁寧に読んでみてほしいんですよ。ほとんどもうドンピシャリの政策がだらっと並んでんですよね。でただしこの中で私がですねやめた方がいいというのが2つあってですね、まずこれお金配りますってやつね。でちょっとレジュメに戻るとですね、これね、でこれ何でダメかっていうとですね、毎月3万円のデフレ給付金を全国民に差し上げますって言ってるわけです。で全国民ちょっと1億2000万人ですよね。1億2000万人に3万円差し上げたらいくらいります？1ヶ月でしょ、1ヶ月3万円差し上げると3兆6000億円いるわけですよ。でそれを12ヶ月繰り返すといくらいるかっていうと、3兆6000億かける12ですから40数兆円いる。1年でですよ。できない、やりたい気持ちは分かるけどできないんですよ。できない政策を掲げるとまずいですよ。今は太郎ちゃんは政権から遠いから頑張ってるからまあいいかって言ってこうね見逃してもらえるんですよ。今は
ところが次期総理は山本太郎の可能性が高くなってきたりするとですね、ほらやられますよ、これ徹底的に叩かれますから、できませんとか言って。だからできもしないような政策を掲げていけないということです。でその2つ目も一緒です。あ、まあ、2つ目はまあできるかもしれないけど、奨学金の特性で、先ほどの BTR もちょっとやってましたけど、これ9兆円ぐらいかかるんですよ。でまあこれ目つむるかと、どうしても太郎君がやりたいって言うなら、まあ目つむるかと思いますが、でも9兆円のお金があるとですね、奨学金特性例じゃなくて他のもっと苦しんでる人いっぱいいるので、もっと他の人たちもたくさん救済できるんですよ。でじゃあ奨学金の方はどうなるのかっていうと、丁寧な形でやればですね、こんな方法を取らなくても救済できます。まず真っ先にやらなきゃいけないのは金利をゼロにするということ。先ほどちょっと言ってましたよね、サラ金とか竹振りとかなんか言ってましたけど、金利をゼロにするっていうのは非常に重要で、もし例えばそういうふうなことでですね、他の方法があるので、まあ、できればやめた方がいいと思います。で3番目はこれ、 2% で国債の発行をやめるとかいう経済プラモデル体的国債政策って書いてました。これはこの令和のプログラムの中には書いてありませんが、なんか講演かなんかで言ってましたね雑誌にも載ってたと思います。でこれなんかが要するに松尾忠さんからもらった政策なんですよ。で国債をたくさん発行して財源にするんですけど、その国債もインフレ率が 2% になってる時点でやめますとか、こういうこと言ってるんですけど、やめられません、できない。インフレが 2% になりました、はい国債発行やめますって、絶対できないです、絶対できない。でしかも 2% になるのにじりじりとなるとは限らないんですよ。2% いきなりボーンとか 5% になっちゃったです、ね、でも なったんだったらもう国債、赤字国債やめだ、できないですよ、こんなと。だからこういうですね、まあ、私よく言ってるんですけど、経済モデルとか言ってるね、あれプラモデルですから、あんなものですね、スカみたいな話なんで一切信用しない。だから経済学者が言ってるモデルとかですね、こういうモデル的発想っていっぱい入ってるんですけど、だからこういう約束を国民に対してしちゃいけない、しちゃいけないんです。どういう形でインフレが来るか分かりませんし、インフレが来た時は大変だから。でちょっとこっち見てください。で、ごめんなさい、下ですね。でそのちょっと今の話の続きですけど、 MMT の肝って書いてありました。で先ほどまあ私はまあ MMT の、 参考書はいいけど MMT がダメだっていうふうに申し上げましたけど、これが まさに言いたいことなんです。で、MMT が言ってることは何かっていうと、星印の上の2つがセットになっていて、自国の通貨で発行された国債、日本で言えば円で発行された国債はデフォルトしない、債務不履行しないと。それからそこに支払い能力に制限のない主要通貨国の政府、わかります？日本とかイギリスとかアメリカとかがそうなんですよね。ヨーロッパは違うんですよ。フランスとかドイツとかイタリアとかギリシャとかって言ったのは、あれはユーロっていうですね、共通通貨圏に入っているので、自分でユーロというその通貨を発行する権限はない。だからヨーロッパの主要いわゆる大陸諸国はこの中に入らないんです。でそうじゃなくて、イギリスとか日本とかですね、アメリカとかっていったそういう自分の通貨で自分で発行している政府というのはですね、これは国債をいくら発行してもですね、デフォルトすることはないと。そうなんですよ。ちょっと想像してみてほしいんですけど、発行している本人が自分だから、だから、ね、いくら金額が大きくなっても、それがデフォルト、債務不履行になるってことはないんですよ。円を提供すればいい。じゃあ何の問題もないのかというと、その下ですね、 MMT が言うには、しかしあんまりも、なんていうんですかね、放漫財政みたいにしてですね、いい加減な発行をし続けていくとインフレになっちゃうから、国債の発行というのはインフレにならないように、インフレになってないということが限度で、そうでなければいくらでも発行してよろしいと、こういうふうに言ってるんですよ、 MMT。 ここはですね、やっぱり問題なんですよね。ここが問題。
で、まあ、ここに一つだけ書いてきましたけど、形式論としては、つまり円を発行している国がですね、その円を土俵とさせることはないっていうのは形式としてはその通りですが、だけど実質的にはですね、罰、つまり国債を野放図に発行すればインフレになりますから。だから逆に言うとですね、その山本太郎さんなんかもそうですけど、国債の発行、国債をですね利用することについて私はもっともっと利用すればいいと思ってるんですけど、その表現の仕方をよく考えないといけないと。その表現の仕方を慎重にしないで、この MMT の経済学者のようなことを言ってるのでですね、世の中で全然わーっとなっちゃってるというふうに僕は思います。まあ、あの MMT 批判の最先鋒は浜則子さんですからね。だからそういう浜さんのようなリベラルの経済学者がですね、 MMT に対してものすごく烈火のごとく批判するのはですね、こういうところにあるということなんですね。それからこの下ですね、MMT で言うのはですね、日銀がですね国債の直接引き受けをやって当然だと。だから今財政法ではですね、日銀の直接引き受けできないようになってるわけですね。一回民間統制ってなってるんですけど、それもうそんな面倒くさいことしなくていい、直接引き受けりゃいいんだと。そしてもしインフレになったらですね、金融引き締めとか増税で対応できるんだというふうに MMT は言うわけですね。この辺もですね、もう私から言わせると世間知らずの経済学者そのものなんで、なんでですね日銀わざわざ中央銀行制度というものを作ってるかっていうのをよく考えてみろと。それは国自身が通貨を発行する、つまりもうこれだとですね日銀なんかいらないわけでしょ。だから日銀と大蔵省、財務省と合併させて、今の財務省のいわゆる理財局がですね中央銀行の仕事すればいいわけですよ。で通貨はですね国が、政府がそのまま発行すると。中央銀行なんかいらない、できますよ、それは制度でやろうとすれば。それなぜしないかなんだよ。なぜしないか。そういうことをやると、政府というのはですね、ほぼ間違いなく放漫財政になるんですよ。だから、わざわざ中央銀行を置いて、通貨の万人という役割を与えてですね、牽制取らしてるわけですよ。だからこんなことやっちゃダメなの。それから、そっちもそうです。インフレになったら金融引き締めやれとか言いますよね。金融引き締めやったら金利上がるでしょ。財政赤字で山のように国債発行してるんですよ。今1300兆円、おそらくですね2000兆円ぐらいまでいくんじゃないかと思うんですけど、2000兆円の国債に対してですよ、金利が 1% 上がったらですねいくらかかります？20兆円違います？2000兆円に対して 1% は20兆円ですから、金利が 1% 上がるだけで20兆円のですね利払い原資が必要になるわけですから、上げられないんですよ金利なんて。わかりますよね。それから増税で対応できるとか言ってるんですけど、増税で対応したらその政権吹っ飛ぶかもしれませんよね。だから政治家っていうかですね、政権はインフレになったから増税だってできないですよ。インフレになったら、まあ我々のような、それも皆さんに対して失礼ですけど、私のようなですよ、そのまず貧乏人にとってはですね、インフレになったらものすごく生活大変なの。その生活が大変な状況になる中にですよ、増税なんかできるかって話なんですよ。政治的にできないんですよ。だからあの金融引き締めや増税でインフレに対して対応すればいいなんて言っている経済学者っていうのはいかにアホかと。お前が一回総理大臣やってみろって言いたくなるぐらい愚かなんですよ。でこれはですね、まあ皆さんご年配の方多いので1970年前後思い出してください。田中角栄の昭和48年の狂乱インフレから始まってですね、その後石油ショックがあって、いわゆるインフレがだーっとこう高くなってきた時期がありましたよ、ね、1960年代から70年代80年前半にかけて。あの時にインフレを退治するのにいかに苦労したかなんです。それはなぜ苦労したかというと、そんな経済学者が言ってるようなことじゃですね、インフレは退治できないからなんです。だから、何でも言ってるようにインフレにならないように慎重に国債を発行すればいいと、こういうことなんですね。それがまあMMT の肝っていうふうに言ってるわけです。それですいません、ちょっとお手元のですね資料の2枚目に行っていただけます？ちょっとこの調子ではまた時間足りなくてですね、次回になっちゃうと思いますけど、こういうの入ってると思います。国の借金、戦争末期水準とかなってるんです。でその続きの記事がリスクと背中合わせ続く国債残高、戦争末期並みにってこうなってるんですね。
でこの記事ですね、これまあ東京新聞記事ですけど、私はこの記事非常によろしくないと思っています。でこれはまあ財政危機を煽っている記事なんですよね。それでまず何がダメかというとですね、もうここでもう散々言ってきましたけど、残高がですね GDP と直接比較されてるわけですよ。これダメですよ。これでこれ私いつも言ってるのはですね、信用金庫とメガバンクを比べてください。信用金庫とメガバンク、皆さんどっちが信用あると思います？信用、大体の人はメガバンクの方が信用あるんじゃないかと思いますよね。それなぜか、それはメガバンクって200兆円近い債務がありますよ。預金債務200兆円もある、預金債務のあるメガバンクより3000億ぐらいの債務、預金債務しかない信用組合とか信用金庫の方が、これは債務がちっちゃいから信用は高いと思いますか？思わないでしょ。それなぜかというと資産があるからなんですよ。資産がメガバンクにも信用金庫にも、でメガバンクの資産も200兆円以上の資産がありますから、つまりGDP と直接国債の残高を調べるんじゃなくて、国は国債に対してどれくらい資産を持ってるんだと、それを見てその差額、つまり純債務がどれくらいあるのかっていうのでリスクをまず見なきゃいけない。そこがまず抜けてるわけです。これがもう財務省がですね、もうやってるインチキ方式そのもので、結論だけ言いますと1300兆円ぐらいの今国の債務があります。そのおよそ半分、つまり600から700ぐらいの資産、資産といっても処分可能な資産、ほとんどが有価証券、ほとんどが国債ですよ。皆さん唖然とするかもわからないんだけど、例えば外為資金特別勘定っていうのがあって、それは海外のですね国債を主に買っていて、ほとんどがドルで、アメリカの国債をですね数十兆円持ってます。それはその外為資金特別勘定の中でね、例えばそんな、あるいは国際整理基金とかいう特別管理もあるんですけど、そこもものすごい金額の国債を持ってるんですよ。だから資産と負債と両立てになってるような格好になってるので、まず処分可能な資産をですね差っ引かなきゃいけない。それが大体半分ぐらいだ。そうすると今のその日本の政府の債務っていうのは650から700兆円ぐらいなんですよ。そうするとイメージ変わってくるでしょ。あ、なんだそんな程度しかないのかと。この日本で500兆から550兆ぐらいが GDP なんですけど、それとまあちょっと大きいぐらいですからね、まあ安心してられるっていう数字じゃないかもしれないけど、そんなに危機的なっていう感じじゃないんですよ。それがまず一つ。それからもう一つはですね、この下の方に書いてあるここです。これです。日銀元審議員の木内は、借金は結局将来世代への付け回しって書いてあるんですよ。違う、国の借金は将来への付け回しじゃありませんよ。なぜ違うか、将来への付け回しだというんであれば、これ返さなきゃいけないってことでしょ。今ある1300兆円の国債は返さなきゃいけない。将来返すとどうなるんですか。財政はプラマイゼロになりますよね。つまりこれは言い換えるとですよ、将来の付け回しだという言い方はそれはどういうことかというと、財政は常にプラマイナスゼロ、財政均衡状態になければいけないということを言ってるんですよ。何言ってんだって話です。分かりません。そんな話はもう19世紀の終わりから20世紀の初頭にかけて淘汰されたじゃないかと。ケインズ政策知らないのかお前っていうことなんですよ。わかります。つまり言い方を変えると、国の経済というものはですね、国債を発行するということは国は借金をしているわけですけど、その国債を買っているのは 90% 以上が日本の国民ないし企業ですから、その国民ないし企業はその国債で貯蓄をしているわけですよ。つまり国の借金と国民の貯蓄がバランスをしてて、それで回ってれば別にどこということはないんですよ。だから何がいかんかって言ったら、さっき MMT で見てるっていうのに、その国債の発行が野放図になってですね、インフレになるとかですね、こういうのじゃ困るわけです。その逆も言えるんです。国債の残高減らせ減らせ、もう財政支出も減らせ、消費税も増やせって言ってですね、財政をですねギューッと切り詰める。そうすると
人間の経済って生き物なので、それによって財政赤字が減るかというと減らない。なぜ減らないか、経済がどん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 縮小していくからなんですよ。だからその、大量の赤字国債の発行によってインフレになるのもいけないんだけれど、その国債をですね無理やりギューッとこう圧縮してですね、経済そのものをデフレないしは不況に追い込んで小さく縮小金庫させてしまうっていうのは、これも良くないわけですよ。そしてそれによって国債の、いや、なんていうんですかね、あの負担は減りません。減らない。経済がへこむから。なので決定的に間違ってるんですよ、これ。間違ってる。そう言う人いますかね。私が見た言ってるようなことを言ってる人ほとんどいないと思うんですよ。だから借金は将来の付け回しっていうのは、これは嘘。そうじゃなくて、国債というのはですね、これは国民にとっては貯蓄手段です。適切に発行されている国債は何の問題もありませんから、将来においても国債の残高はなければならない。それはなぜ、国民の貯蓄の手段として用意されなければいけないからなんですね。でちょっとここ見ていただけますかね。この下、ちょっと下に書いちゃって見にくくなってるんで、y イコール c 足す i 足す g 足す ep マイナス ip、 これ何のことかなんですか。この y というのがですね、国民総生産、まあ正確には国内総生産、 y をね。で c というのは消費です、国全体の消費。それから i というのは国全体の投資です。それから g というのがですね、国全体の政府支出、これはあの地方公共団体も入ってます。それから EP-IP っていうのは、これはエクスポートマイナスインポートなので、いわゆる輸出から輸入を引いた純輸出なんで。でこの式ですね、その国内で生産された全てのものというのは消費されるか投資される、投資されるか、政府の支出に回るか輸出されるか純輸出されるか、このどれかに入ってる。だからイコールだ。でしかもですね、この Y はですね、そのまま国民所得になりますから、生産をしているということですから、その生産したものについては所得になるので、生産イコール所得イコール、ここの C からずっと書いてあるのは支出、国民総支出って言ってるやつなんですよ。で、生産と所得と支出は等しいというので、これを三面等価の法則っていうのを言ってます。これはもう近代経済学っていうか、今の経済学のイロハみたいなやつですね。それでこれ何を言いたいかというとですね、この生産というのがあってこういうものがあるっていうふうに考える人が多いんだけども、発想を逆にして、消費とか投資があるから、あるいは消費や投資が弱いときは国が変わって支出してくれるから、それに対応して生産がなされ、それに対応して所得が生まれると、こういうふうに発想変えないと。生産があったから消費ができて投資もできて政府支出もできるというふうに考えるんじゃなくて、逆に考えないといけないと。わかります。これがケインズ革命って言われてるやつなんです。もう今100年も前、このケインズ革命的な発想はですね、あのちゃんとした経済学者も知ってるし、それからもちろん財務省とか役人たちのほとんども知ってます。知らないのは政治家とか、先ほどから言ってる世間知らずのバカ者の経済学者たちは知らない。だけどここに書いてあるようにですね、この消費とか投資とか国の支出といったものをきちっと毎年こう出していかないとですね、生産は生まれてこないんですよ。それ皆さん、あの会社の社長になったと思ってみてくださいよ。いやー全然物売れねえんだ、買ってくんない、消費しないから買ってくんないと。それからもちろん買ってくれないから企業もですね、まあ、投資なんかしない、したって儲からないし投資倒れになるかもしれないからしないと。国は財政再建だから、財政支出カットだって言って、ちょっと皆さん どうします。それ生産できます？いませんよね。あとは輸出ですけど、じゃあもうあの中国へ向かってバーッと輸出しちゃえとかですね、そういうことになるわけです。
なので発想を逆転しなきゃいけないというのは、こちら側にこの生産とか所得の側にですねイニシアティブがあるんじゃなくて、支出する側をどうするかというところに政策のポイントがあるわけですよ。財政政策とか金融政策とか経済政策のポイントというのはですね、こういう支出をですねどのように適切にやっていくのかっていうのを考えるのがですねポイントなの。それで今何がおかしいかというと、今申し上げたように消費も投資も振るわないわけですから、この財政支出のところをですねちゃんと出していくしかないわけ。これだから太郎君がずっと言ってることなんですけど、日本経済を救済しようと思ったらこの財政支出をきちっと出していくしかないわけで、じゃあ安倍政権とかその前の民主党政権とかその前の、まあ、自民党の政権はですね出してなかったかというと、いやいや赤字だらけだったわけですよ、ずっともう過去ですね。でその赤字がずっと続いてるんだけども、ちっとも経済戻ってこないわけです。ヨーロッパとかアメリカはずっと経済成長してるんですよ、 毎年 1,2% ずつ。だから10年経つとですねかなり日本と差がついてる。もう20年以上経ってるでしょ。で日本だけが経済成長できません、賃金も上がりませんとなる。アメリカとかヨーロッパの国々って上がっていってるわけです。なんでなんだと、赤字も真っ赤で出てんじゃないか、なぜなんだと。財政支出のやり方が悪いんですよ。財政支出の中身があるんです。中身が何やっとるかって話でしょ。それは一つはアメリカから山のように武器があったり、それ以上にひどいのは巨大企業という一部の企業にですね巨額の金をですねくれてやってるわけです。それが二つの方法で、一つは補助金、もう一つは減税です。皆さんキョトンとされるかもしれないけど、そうなんですよ。だから日本の経済を救済するにはこの財政支出、財政政策をガシッとやるしかないと。それ以外に方法ありません。金融政策なんてもうダメですよ。黒田バズーガなんてもう何年やってるんですか。1990年代の後半からもう20年以上やってるわけでしょ。よくなりました？ならないですよ。よくならないどころか株買ってですね爆弾抱えちゃってるし、山のように国債買い取ってですねもう450とか500兆円ぐらいあるんですけどね。なことしたってちっとも経済良くならないでしょ。ならないですよ。だってその買った国債で買ったお金は日銀にずっと入れたまんまですから、世の中に回ってきませんから。なんで回らないか、それはまあこの場で何度も言いましたけど、通貨を増やす、景気が良くなるためにはですね銀行が貸し出しをしないと世の中の回るお金は増えませんから。いくら日銀が国債買って銀行のために銀行の預け日銀預け金を400数十兆円に引き上げていったって、そこはずっと日銀に預けたまんまなんです。世の中に回るお金というのは銀行に預けてある我々や企業の預金が増えること、増えなければですねそれは何の効果もないんです。その増やす手段というのは貸し出しなんです。でも貸し出しは投資が基本ですからね、投資すること、投資のために貸し出しをするわけですから、投資が全然振るわないわけだから貸し出しなんか増えるわけじゃない。だから金融政策なんかやったってダメなの。金利下げたって借りませんという話なの。もう金利下げたって借りませんどころの話じゃなくて、今の日本の大企業って内部留保460兆円とか500兆円近く抱えてるんで、銀行なんかさようならない。だから金融政策なんかなんぼやってもダメ、邪魔しないでねぐらいでいいんですよ、金融政策はね。だからやらなきゃいけないのは財政政策であって、その財政をどのように使うか、それを私は例えばこういうものに使えと言ってるわけです。わかります？ちょっとまた今日もこれでちょっと時間なくなっちゃいました、すいません、ね、あと新聞ちょっと、新聞というか記事をちょっと見ていただこうと思いますので、順番にこれ確かお手元のやつにもありますよね。法人減税、巨大企業に恩恵集中、こんなことやってるわけですよ。法人減税歪む簡素公平、怒る中小、進まぬ見直しと。法人減税といっても日本の中小零細にはほとんど関係ありません。日本の中小零細企業って7割近く赤字企業ですから、残り黒字3割で、その残ってる3割の
まあ、25% ぐらいですね、2割5分ぐらいのところはですね、利益もほとんどないので、法人税減税したときにですね、ウハウハと儲かるのはですね、本当に一握りの企業だけなんですよ。その私はさっき言ってるように、その大企業にだけですね、こういう恩恵がいくような財政の支出の仕方をしてるわけですから、そしてその企業がもらった減税でもらった金どうしてるかというと、内部留保して貯めてるんですよ。景気悪くなると思いません？使わないんだから、使わないんだから生産も起こらないわけでしょ。ですよね。で、次、これひどい話、これは竹村さんから出るかもしれませんけど、未払い賃金の時効、当面3年。これね、この今回ね、民法改正されて、さまざまな債権の時効って5年になったんですよ。ところが、賃金の未払いでしょ、未払い賃金。未払い賃金についてはですね、今は2年なんですけど、それ民法と合わせて5年にするかと思ったらしないの。3年だって言ってるわけですよ。ふざけんなと思いません？なんでこんなことしたのって、企業から、経団連からですね、やめてくれって言われたと。腹立ちませんかね。まあ皆さん働いてないかと思う、ね、ふざけんなって話ですよ、これ。もうこれだけ持ってですね、怒らないと。安倍政権に期待してる私から言うとバカかと。よく見てみろと、これということなんですけど、ここまでやるか、税制大綱、まあ、これもちょっと詳しく話したかったんですけど、これ甘利がやってるんですよね。あの税調って2つありますから、政府税調と自民党税調と2つあって、これは党税調の方です。で、公明党がちょこっと変わる でその座長が甘利なんですね。あまりにひどい甘利で、やったことはというとですね、まだこの後に及んで税金のその大半をですね、大企業にばらまいてるわけですよ。信じられないと思うな。庶民がこれだけ苦しんでるんですよ。これもふざけんなという話です。それからこれも竹野さんからお話が出るかもしれませんが、社員は消滅する。これ一言で言うとですね、請負業、一人親方の請負業にしちゃうという話です。で、一人親方の請負業になっちゃうと、企業対事業者なので労働者ではなくなるわけです。で、それと似たような状態になっているのが、今セブンイレブンのコンビニのですね、フランチャイズの店主さん、ひどいことになってるんですよ。で、これからですね、この社員を消滅するでですね、正社員も解雇してですね、全部この請負制に変えるぞとか、なんとか、そんな話ですよ。これ個人事業主化、日本では政府が主導してると書いてある。これで安倍政権に期待するんですかね。これまあ多分若い人あんま見ないんだけど、まあ、見てる人がいるんだったら、いかに自分がバカかっていうのを思い知ってほしいんだけど、本当に。だからこれはまあ日経ですけど、引き換え制の金融緩和、まあ、これもここでも散々言いましたけど、黒田バズーが、まあ、20年以上渡ってやってきた日本のですね、このバカバカしい金融緩和を元へ戻すことをですね、アンワインドとか出口政策とか言ってるんですけど、これ容易じゃないんですよ。そう簡単にはですね、いかない。ちょっとずつだましだましやっていけばいけない。で、一番最も重たいのが、日銀が持っている ETF 株です。株の投資信託30兆円、今、まあ、25兆からさらに増えて30兆になってる。それから公的年金が持っている内外株式約80兆円、両方合わせて110兆円ぐらいあるんですよ。これリーマンショック来ると吹っ飛びますからね。リーマンショックみたいなやつが来ると吹っ飛ぶので、半値8掛け2割引きで、皆さん帰ったら計算してみてください。だから我々の、私も含めた我々の年金は風前の灯火だと思った方がいいです。で、多分私の一つ の予想はですね、このアホみたいな金融緩和で買った株、日銀と公的資金の株が日本経済没落の決定打になるんじゃないかというふうに私なんか思っているので、もしそうなったらね、これやり始めたのは安倍と塩崎だから、あの二人はどうしますかね、縛り首にしますかね。そうだね、そうだね。それだけですかね。で、あと一つだけ、これね、世界のですね、1月号に載っていたんです、この記事ですけど。で、まあ、それ、イージス・アショアの話だと思って読んでいったらですね、この花田さんがお話になっているのがですね、これ、山口県のね、
萩の隣の阿武町なんですけど、これです、僕が注目したのは I ターン U ターン政策への打撃って書いてある。あんなね、イージス・アショーみたいな基地をね、この阿武町に作ってもらったら、今まで阿武町が一生懸命やってきたね、過疎化対策、若者に次世代を担ってくれる人にこの町にいてもらう政策をやってきたのにですね、むちゃくちゃになっちゃうって怒ってるわけですよ。で、実際問題としてこういうふうに I ターン U ターンで入ってる人が多いっていうんですね。だから驚きましたけどね。で、おそらくですね、日本全国にこの阿武町と同じ形でですね、一生懸命地方自治やってるから、やっておられるね、あの市町村あるんですよ。ある。ニーズは絶対にありますから。地方振興公社で。で、これまあ、あのブログ見ていただければ分かるんですけど、ほとんど税金で負担をするっていう意識ですので、ただ、あの、全部面倒見てやるっていうと、モラルハザードが起こっちゃうから、モラルハザードが起こらない程度に受益者に負担してもらう。まあ、1割とか2割ぐらいの費用は、地方で負担してもらって、あと8割とか9割は国が持ちますから、正社員をですね、地方で使ってくださいと。まあ、こういう。で、こういう阿武町なんかで使ってもらえばですね、もう本能寺なわけですね。イージス・アショアじゃなくて、なんですね。で、これ、最後。すいません、今日また話できなかったので、しょうがないですけど、また次やります。これ見てくださいね。これ皆さんとこ置いてないんですよね。これ以上でかくならないんですけど、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、サンデー毎日に載った予測で、三浦さんという人が予測してるそうです。今ある与党の合計、自民党がですね、15減ると。公明党が2増えて、与党が13のマイナスだ。から今度野党の方ですけど、まあ、この希望とか、それから N 国とか維新とかいうのは野党じゃないので、この上の3つ、それから社民と令和、これを足してこうやるとですね、ちょうどこの13と同じ数字、10プラス13ぐらいです。で、まあ、注目の令和ですけど、5議席ってなってますね。それで、これ、日本の維新の会、12プラス。こんな予想なんですよ。で、こういうあの選挙結果って、予想って私はいつもですね、当たらずとも外れるで見とけんいいと言ってるんです。そうすると、これは何を意味しているかというとですね、また市民と野党の共闘は負けますということを言ってるわけですよ。負け、敗北。そして、その中身なんですけど、自民党確かに減るよと。だけど、自民党よりさらにひどい維新がその分だけ増えて、何にも変わらないと。そして、頑張ってる令和は5しか増えませんから。こういう結果になったらですね、今の状態そのまんま、ね、皆さん、まあ、これ最後になりますけど、頑張ってくださいね。これを見て、もう我慢ならんぞと思ってほしいんですよ。こんな政治、こんなんじゃ変わんねえじゃないかと。変えるぞ。で、運動論的アプローチは僕のところじゃなくて、ね、他のところでやってますので、そこに参加していただいてね、どうしたら変えられるかっていうのを考えてほしいというふうに思います。すいません、また今日本論いけなくて終わっちゃいました。で、次回またやります。どうもありがとうございます。